はい、皆さんこんばんは。こんばんは。イングレスアオラジー、今週も元気よく始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己紹介になっていきますが、はい、レベル16エージェント名は FM ルマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まともの、ね、自己紹介今日は格好がふざけてるので真面目な話ですね、行きたいなと思っております。はい、はい、北部で活動しているウアンです。レベルは14です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。黄色いウサギみたいなシーケですレベル14です。今後ともよろしくお願いいたします北部から参りました、レベル12だっけ、うん、12だね、12の CCD 君と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日の後ですね、はい、Facebook を上げてみますとって、さっきの Facebook ラジオでもちょっと言ったんですけども、はい、去年の今、うん、今日はどういう記事が上がってたかっていうのが出てくるんですよね、はいはい、で朝一番見た時に、うん、去年の今日レベル11になったようです。おー、もうその中の記事が7月21日から始めたので、はい、3ヶ月目ちょうどでレベル11になりましたって書いてます。おー、いや、ひょっとして俺すげえとか思って。すごいですよ。確か何かの最中にレベル上がったんでしたっけ。そうそうそうです。ダルサナとかね。あーですよね、はい、沖縄セルの間とかね、10から11だけど、うん、あの11の壁ってのがあの時あったんですよ。あったんですよね、うん、で10だったのもちょっと早かったなと思ったんですけども、はい、その時沖縄に11がほとんどいなかったので、ハゲチャビンさんぐらいしかいなかったので、はい、ちょっと頑張ろう、うん、でこれがちょっとじゃなかったんですよね1週間不眠不休でダルサナやってましたね、はい、うん、暑い。すみません。暑い。暑いですね。あと頭だけ取って。すみません、頭だけで。着ぐるみ暑いです。申し訳ないです。なんか撮ってもあんまり変わらないですね。今日は動画で見た方がいいかもしれないですね。ままだって、いや。ラジオはラジオで。はい。はい、というわけで、本当に1年間経って、去年の、はい、暑かった思いとかいうのがまた湧き上がってきましたね、はい、うん、これからですか12月12日のアバドに向かって、はい、また暑い思いを少しずつ湧き起こしていこうかなと思うんですけど、すね、今ちょっと間延びなんですね、僕自分の中で、うん、ぼーっとしてるんですけども、うん、本当はねもうそろそろ、うん、練習したり、うん、グッズを集めたり、はい、いろんなことをやっていかないといけないんですけども、はい、まあラジオではね言えないこといっぱいあるんで、はい、まあそうですね、はい、言えないことは言えないことで置いといて、はい、自分の技術を磨くことはできるので、はい、うん、ちょっと今いろんなところで、自分の技術を復習してます。お前これできたよねっていうのが、しばらくワンコもしてないし、ね、試してないし、時間の中でゆっくりでいいやって、うん、20% 目指すっていう、うん、ことをちょっと、はい、長押しバスター、長押しバスターの、はい、18から 20% の攻撃を何回連続でできるかってわけわかんないことをやってたので、うん、これをね、レベル5のバスターでこの 20% 足しすると結構壊れるっていうのを見つけてから遊んでたんですよ。そうですね、5、6ぐらいから5、6で十分壊れていくので、はい、ね、はい、これで遊んでいたので、うん、連打ができなくなるびっくりしますね。なんで連打できないんだろうと思って。なんかエントランスでもなんか来てる人いますけど、ペンギンが来ますね。ペンギンはね、手まであるんですよ、手袋まで。ああ、なんで夜寝るとき完璧なんですよ。あ、本当だ、うん、かわいい。冬場最高ですね、はい、でもなんかスティッカムに映る気がないみたいでちょっと変だなと思いますレベル15が表で遊んでます15でしたね、そういえば、はい、もうずっと15って本人が悩んでますけども、うん、AP がね、16行くまでにはね、15から16、さらにすごいですね。 AP が大変なのでね、めまいがするとか言ってましたけども、うん、はいはい、でも長押しして 15% 以上をずっと目指してた人なので、はいはい、久々にじゃあちょっと2人で、うん、壊す練習しようよと、うん、で、はい、緑をいくつか焼きに行ったんですけども、はい、草刈りしに行こうと、はい、お互いに 20% 目指す癖がついてあれっていうのがね、うん、あるんですけども、あと、うん、最近補給にあんまり行ってないので、あ、アイテムが枯渇してきまして、で本当はね、イベントに向かっていろんなアイテムを揃えないといけないのにっていう感覚がちょっとあるんですけども、うん、
ちょっと今日もあえて遊んでホロホロしてますから、僕らちょっと遊び系が今入ってますね。で、実は公園歩けない格好で行ったりしてます。ん？普段着、いわゆる家着？あ、家着。半ズボンに T シャツの上に、はい、トラの着ぐるみを着たまま運転していくんで。着ぐるみを着たままですね。一応パジャマなのでね。で、まあ外着でもできるんで、時々には歩いてるんですよ、この格好で。で、うずくまってると大きな猫がみたいな感じ。怪しいそれは。今日一番怪しかったのは、今日、ちょっと衣替えみたいにして、はい、夏物のパイル地で作ってたような着ぐるみでパジャマ代わりなんですけども、これ暑いじゃないですか、これ冬物なんですね、で冬物の方が多いんですよ、よく洗わないといけないし下げないといけないしね、で今日はうちの物干し場は着ぐるみが出てくるはたはたはたという状態だったんで面白い。これ初めて来ましたね。あ、そうなんですか。はい、いいでしょ。着ぐるみ、意外といいですね。意外といいでしょ。はい、全身のやつは。夜寝るときに腹巻きするとお腹壊さないよってあるけど、腹巻きないじゃないですか、沖縄の人って。そうですね。これいいですよ。CCD コンもあれだもんね。あ、暑いと蹴っ飛ばすからね。僕蹴っ飛ばしちゃうので、僕布団かぶれないんですよ。布団は抱くものなので、布団を抱き布団と掛ける布団が別なんですね。でも掛ける布団も蹴飛ばすじゃないですか。蹴飛ばしますね。これつけてればこれでそれをつけてれば、これだったらいいですね。はい、しかも実はゆるゆるなので、足熱いと引っ張るだけで足出てくるので、でもそうじゃないですか。お腹熱い時こう引っ張るとボタン、ボタンが外れて結局どこでも外れやすいので。いやもうトイレ入ってたらなんかこのギャラリーの中からかわいいかわいいって聞こえるんで、なんだろう何やってるんだろうって思ってギャラリー出てきたらこの二人がこの格好で立ってるのでびっくりしたんですよ。うわさん後ろ向き、俺もバレないように背中向けて私は柱の陰めちゃくちゃ警戒しましたけど大笑いしてたね。時々ベランダとかうちの中はいるんですけど、さすがにこの格好で草刈りはできないので。草刈りってどっちの方ですか？いや自宅のね、庭で。ああ、自宅のリアル草刈り。リアル草刈りとか、買い物にこの格好ではいけないんですけど、もう少しね、市民権を得られたら買い物に行きたいなと思うんですけどね。確かに。これで街カフェ行ってコーヒーください。着ぐるみが流行れば、ね、そうですね。これが普通に街になって、ここに誰か止めて。09名札つけて歩きたいなと思ってた。エージェント名でですか？そう、FM ルンバレベル18って書いて。青組。16。青組で18。なんで今18って言ったんだろう。憧れてるんだ、なんか18。欲が。もうそろそろ本当に菅さんとか川島さんにお願いしてレベルをこう17、18作ってくださいって言わないと。ですね。そちらそろそろモチベーション上がらないですよね、16の人は。特に僕別に下がってないですよ。困ったなと思うことがあって、レベル16だったらモチベーション下がるよねっていうので、はいはいって言ってるんですけど、なんでかなってよく分かってないんですよね。あんまり下がってないですね。なんだろう、今14なようやくなったんですけど、その次15の AP を見たり、15から16 の、獲得 AP 見てると、そろそろきついって思いますね。ですよね、きついですよね。はい、ただその代わり、16に例えば何か、人参になるようなもの、前も話した。はい、僕自分で、17は、多分これぐらい必要なんじゃないかって勝手に思い込んでるんですね。はい、でなので、あとオニキス一つ作っとかんといけないとか、AP アートこんだけ稼いとかんといけないっていうのを勝手に目標つけてやってるので、そこまで達しないと多分安堵しないんじゃないかなと。あですね。はい、ちょうどハゲさんが、ハゲジョビンさんがレベル8まだキャップがあった頃に、8になってもさらにプッシュプッシュしてたんですよ。やはり同じような考え方で、絶対次に9、10、11って来るからって感じで、ずっと AP 稼ぎはしてましたね。だから10、ただ16からさらに上っていうとまた違うゲームになるですよ、きっと。すごい AP になりますよ。今でも700万 AP 稼げとかって言われて、
だから、今4000万 AP じゃないですか、16、はい、で次が6000万なのか8000万なのかで、ですね、もう目指すとこが違ってくるんですけど、17だから7000万 AP ぐらいで手打ってくれないかと思ってて、それでもまだです、ね、遠いので、メダルですよ、ね、あとメダルもね、メダルこ、そうですね、オニキス3つでなんとか手打ってくれませんかとかね、何をお願いしてるのか分からない、ソジャーナが出てくれたおかげで、多分1年後、まあ、うん、今度の4月3月でした、2月でしたっけ、はいね、には多分これでオニキス取る人は出てくると思うん で、はい、で、 その頃にね17とかね、そうですね、まあ、できればいいかなと、3つ必要とかってなってたら、うん、あと新たなメダルとかがね、うん、出てきてくれるとありがたいなとは思うんですけども、うん、昔に比べてガーディアンが取りにくくなってたり、はいはい、あと他に何だっけ、MU 稼ぐやつ、うん、イルミネーター、はい、ポータルが増えて、で人が増えたんで大きい面積が取れなくなってきてるんで、そういうことなんですね。そうですね、あと、うん、地方、特に僕なんか北部だと MU 稼ぐの辛いんですよ、ね、そうぶっちゃけた話辛いです、ね、僕もね、金湾とか埋めるときに魚も入れてくれとかね思いますね面積的にはすごい面積取ってるのに、面積取ったんだけどね、なかなか 500MU とかです、ねえ、MU2 倍とかやってる、そうですね、あでレベル上がったら MU2 倍とか、すごいことになると思う、 MU2 倍キャンペーン、あー AP2 倍みたいな、まあ、前、なるほどね、前 AP2 倍でしたね、 AP2 倍がキャンペーン、今度3周年記念は何するんでしょう ねやってほしいですね、 AP なのか何なのかも、で今度独立記念じゃないですか、あーそうか、そうですね、だから違うことをやってほしいなと思うんだけど、キャンペーンでね、で例えば有料会員に限って今回カードで有料会員になると、うん、1年間有効の AP2 倍キャンペーンとか、うん、なんかわけわからんことやってくれないかなと、はい、リアル課金で、うん、なんかメダルはまたどういうマークになるんですかね、ね、それは楽しみ、そうですね、レベル16人とはやっぱオニキスもらえるのかなとかドキドキしながらとか、ね、そうか、そうですね、今度でもそうですね、ね、うん、ですね、うん、3年目の時点でもうすでに16ですよっていう印ですよね、うんうん、がもうそのメダルも欲しいですよね、そうですね、イノベーターが10、去年のやつが15以上で、うん、オニキスなので、オニキスしたので、うん、はい、ファウンダーは結局何もなくてそのまま普通に行ったんで、僕13ぐらいだったのでゴールドだったんですね、だから14が、プラチナだったのかなっていう感じなので、うん、そうですね、うん、だからうん、その時にゴールドを取ってる人って結構得だったんですよ、はい、僕得でした、次が簡単でですよね、11以上は今度ゴールドが必要になってきて、はいはい、で14から15、15から16は僕12だったかもしれませんね、それでゴールドだったかもしれません、ね、それだと、すぐ13が取れたかもしれません、そこで、うん、なるほど、で13、14がプラチナで、15、16がオニキスだったかもしれませんね、うん、だから ゴールド取れるのだけでもいいかもしれないですよね、うん、でまあ、というか前回みたいに去年みたいな感じでやってもらって、うんうん、で3周年記念でレベルキャップを外してもらえれば一番いいんだけどなと言ってみるだけまだまだ遠い世界、うん、うん、最近またちょこちょこポータルもなんか流行ってきてるみたいですよね、エージェント独立キャンペーンって書かれてますけど何だろう、独立キャンペーン、うん、IRO のラジオハンクアウトに出てきてるんですけども、うん、着ぐるみ可愛いですねってのもたくさん出てきてます、自分のキャラに合った語尾をつけてくれって言うんですけど、僕アライグマなんですよアライグマの鳴き声よくわからないんで、私もウサギの鳴き声ってわからないですよね、クマのプーさんってなんだっけなんとかクマ、クマ、あ、クマですね、なんとかクマ、なんとかクマ、ピョンなんて跳ねてる音ですよね、ピョンなんて跳ねてる音かもわかんないですね、あ、俺タヌなんだアライグマなんです、実はすいません、タヌキじゃないんですって言いながらタヌって言わんときないですね、クマ、クマが似た、釣られないクマ、それ2ちゃん出たこんなやつですか、釣り場にいっぱいあってどれって言いながら釣られたクマ、どんなの受けますか ね、ね、ピンクのカプセルの方も早く来てほしいですし、ピンクでしたっけ、うん、はい、うん、話はもう本当欲しいですよね、うん、
キーがたくさん入る、まあ1人5個までっていう強さなんですけども、それでも500あるじゃないですか。十分、十分ですよね、500あるんです。今あのイベント前なので、うん、あの世界各地からキーがいっぱい集まってるんで、うん、それだけでもどうにかしてほしいですね、うん、ですよね、はい、なので、本当は本当はって言った言葉がちょっと語弊あるんですけども、できればこのイベント前に戻ってほしいなと。戻った。すいません、この方が楽ですね。なんかすごいな、アライグマがヘッドホンしてラジオ出てるよっていうイメージになってますが、なんかあの、今夜のアオラジいい話してるなって話が出てきたりしてますけども、あ、Facebook ラジオのことだったんですね、いい話してるなって。この前の時間の話だったりするんですけど、 Facebook ラジオからイングレスの話してませんでした。そうです、あのちょっとね、あの Facebook も若い人たちが離れてるとかね、で離れていったんだけど、この人たちって履歴書とか就職の時にあの名前検索されて、あの取り消しにあったとかいっぱいあったじゃないですか。なので、もうやるなっていう指導を多分学校とかしてると思うんですけども、実は Facebook ラジオって履歴書だと思ってるんですよ。だからいいことたくさん書けばいいんですよ。自分をアピールするものを書けばいいんですよね。どこどこでボランティアしてきてましたって履歴書には書けないんだけれども、応募の写真撮って自分ここにいましたっていうのをイベントページにどん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 書いていって記録残していけば、人事の人は見て、ああこいついいやつやんとかなってきたり、もし英語が得意だと翻訳ボランティアとかなんとかしましたとか通訳してましたとかいうのを上げていけばいいじゃないですか、動画とか写メとって、ね、だから使えばいいんですよ、うん、Facebook って道具なので、ですよね、うん、実名ならばその実名でできる SNS をちゃんとやっていればいいだけの話だった、うん、そうなんですよ。あの匿名ならばね、今だと Twitter もありますし、今は Google プラ、昔は Google プラスは実名しかできなかったですけども、それもあの今あの匿名でできますし、匿名のところで、まあ、あのちょっとダークな部分じゃないですけど、あのギリギリのところとか普段の愚痴とかを書けばいいだけの話であって、実名で愚痴る必要ないですからね。そうで、あのどっちみちあのブログだとかホームページだとかを検索かけるんですけども、じゃあ僕人事やったとして、Facebook もやってない、ブログもアップしてない、ホームページもしてない人を採用するかっていう話になった時に、僕はしません。あの いわゆる IT リテラシーでしたっけ、もう、一から教えていかないといけないし、どういう人かわからない、ところがこれが完成されたというか、いい使い方をする Facebook やってれば、採用しやすいですよね。ですね。だから自分をアピール場だと思えばいいじゃないですか。そうですね、人となりがある程度見えてきますし、なので、さっきのイングレスで、Facebook の方ではアピールするためにも作っていきましょうよと。なのでイングレスやってる方はより自分の正当性を Facebook でアピールしていこうよ。お、こいつ着ぐるみ着てる、いいやつだ。こいついいやつだ。そこ。でも、なんとかね、あの自分のアピールの仕方をちゃんと間違えずに人に嫌われない、SNS の使い方だとかもやっていけばいいんじゃないかなとは思いますよね。ルールとマナーはね、インターネット上はもっと厳格にあるべきだと思うんで、そうですね、自分で発信する言葉に責任持つことも大切ですし、でもちろんあの愚痴いう場も必要だとは僕は思ってるんで、それの使い分け、自分の情報をどう扱うかっていうのをちゃんと分かった上でやらないと今の時代いけないと思うんですよ。取捨選択じゃないですけども、使い分け、実名でやるところはちゃんと実名でやって、きっちりやって、で実名でできないようなこと、まあ、実際そんな悪いことじゃないですけども、愚痴とか、マイナスなところは匿名の部分でやっていけばいいだけなんです。仲間内の騒ぐのは LINE でいいと思うんですよ。あれは検索で引っかからないところもあるので、あと Twitter で匿名でやってる分で特定されなければいいんじゃないかなと思うんですね。でも、Facebook は特定されるので、特定されるものは着飾っておいてもいいと思ってるんですよ。ちゃんといい部分だけ見せる。悪いこと書かない。そうですね、なんていうのか、情報をちゃんと分別して、自分の中で分別して Facebook に流すもの、でそれ以外のものってやってもいいと思いますね。もちろん建前だけではなくてですね。あら
お客さんのそこにペンギンの着ぐるみがあるのでそれを着て参加してそれを着ないとした状態じゃないですか、はい、ぜひ新しいエージェントが来たんでギャラリーに来たんで、はい、ギャラリーの方もどうぞ、はい、いやゼロキワシさんもなんか、はい、メッセージ来てて、うん、今夜は参加しなくて正解だったって、いや不正解ですよ ね、 あのですねどちらかというと流走したまま来てほしかったですよね。アバドンの、告知とか宣伝をしてくれて僕らに頼むんであれば、うん、やはりそれなりの格好をしてきていただきたいと、はい、いないんで強く言ってきましょうね僕たちは操りペットじゃない後ろにニャンをつけてくださいとニャンをつけてくださいナイピョンあの僕とワンさんはクマらしいです困ったクマみたいなもんですねこの子は何て泣くんですかこの子は何て泣くんでしょうスティッチは何て泣くんですか、ね、もうウサギってことにしときましょうウサギあそこでもペンギン着ようかどうか悩んでる方が約1名いますので迷う必要はありません、はい、どうぞどうぞ、はい、何も悩まなくて大丈夫です、今日衣替えで干したばっかりなので大丈夫ですよ大丈夫です、まあ、違う意味で今日はなぜ着ぐるみですかという質問があったんですけども、うん、一応、はい、ハロウィンを意識してたんですが、うん、本当は来週ハロウィンを毎回はそうなんですけど、ねうん、ちょっと僕来週お月見会があって、うん、あの多分ここをお休みするので僕がいないのに着ぐるみ大会されるの嫌だ着ぐるみだけ提供するの嫌だということで今日になってしまいましたなるほどですお月見ってあ満月なんですか、ライオンズクラブでちょっとラブちょっと合同お月見なので、うんはい、いいですね。ちょっとそこへ行ってこようかなと。食べ放題飲み放題に引っかかってしまった。あの去年はね、7時半向こうを6時半に引き上げて7時半ぐらいに入ってきたので、うん、多分イングレスには何にも影響なくそのまま出たと思うんですけども、うんうんうん、まあちょっとゆっくり楽しんでこようと、うんはい、お酒飲みに行こうかなと。はい、着ぐるみ焼けないです。確かに向こうでは。向こうでは。だからもし来週もしというか来週あったら何かしら仕込んでいこうかなとは思ったんですけれども、うん、でも、うん、これにはちょっと勝てそうでもないというか実は UA ウォークを何年か前にも中継したりそういうことをしてたんですけど、うん、僕らみんな着ぐるみで歩いてました体操からあそうなんですか、はい、で3月だったので、はい暑くなかったんですよギリギリですねで今回も11月じゃないですか、うんはい、多分大丈夫なので、うん、大丈夫ですね、はいうちのカオリ以外は多分着るだと思います。あの人はね、ポリシーが絶対こういう格好はしないとか言い張っているんで無理だとは思うんですけども。着たら可愛いと思うんだけどね。ねうん、いやうちでは着てるんですけどね。あそういうことですか。はい、いや無理やり。無理やり。うちで無理やりだったら外ではなかなか着ないかもしれないですね。というわけでアワドの時にもお貸しいたしますよ。うんはい、着ぐるみ。おあの敵の陽動作戦に使いましょうか。なんだあのウサギ。目立ちまくりじゃないですか。目立ちまくりで。目立ちまくりで。はい。ちょっと邪魔しながら。あのなんだっけ、ボー。なんだっけ、新しいじゃない、ポータルあるじゃない。ああはい。糸江の。うん。あのポータルを取りに行くふりをこれで。これで。あみんなでやって。みんなで。社会貢献のやつと、うん、とか災害対応のやつ。はいあといかにも、イングレスとは関係ないですよみたいなこの格好で歩いてて攻撃して、かけて攻撃してるとかあの拾いに行くとかなんか風船とかおお風船とかもねあの子供たち配りながらいや欲しいのって大変だと思うんですけど逆に超不審者だそれ逆に不審ですねうんなんか看板持って立ってたりとか何の看板なんかここですよみたいなトイレここですよみたいな最後尾ですとか最後尾ですが次のポータルこちらって今日はなんか流星群が見えるみたいでこのラジオ聞きながら空を見上げることができますので、うんはい、ぜひ空も見上げて、うんね、で今から間に合うってことで宿泊情報とかあると嬉しいかもですってことで、うん、今から沖縄行くよってまだね、予定をちょっと組めないとか、はい、スケジュール調整を難航するとかいう方も、うん、突然沖縄に来ても泊まれるところがあるっていう情報を少し流しておこうかなというのは確かにあるんですが、うんうん、12月12日って実はそろそろオンですよね沖縄のシーズンってですね、うん、でちょうど12日に、大相撲も来てますよね、うんうん、翌日は飛行場の方でね、うん
イベントもイベントもありますからね。ヤンバルの2デーマッチ、ね、2デーマッチ、はい、現場のお客様も多いので、そうなんですよね。なのでいろんなイベントがあるんですけども、実は中部、はい、あんまりないような感じなんですね。その2週間前にうちの悠々ウォークをやっていますし、で例えばそこに、ネイチャー未来館っていうのが金町にあるんですね、はい、ありますね。ここを部屋貸しなんですよ。部屋貸し、一棟貸ししてて部屋が4つあって、あ、はい、その部屋一部屋が10畳ぐらいあるんですよ。なので、僕らはこの間フェイスブック、2、3年前にフェイスブックで、人集めて5、60人でバーベキュー大会やったんですよ。で女部屋2つあるんですけど、女部屋と女家族部屋と男部屋と宴会場、子供たちじゃなくても大丈夫なんですよ、はい、あそうなんですか。大人も大丈夫で、で表でバーベキューができるので、表で花火大会して、で中ではお泊まりみたいなことができます。今トータルありますしね、はい、なので、結構早めに予約取らないと埋まってしまうんですが、イングレス青ということで、はい、一棟とか押さえといて女部屋男部屋ってやると、あ、でもね、緊張だからちょっと遠いんですよ ね。でも野宿よりはいいかなとかね。今まだ場所確定ではないですけども、多分那覇市、浦添宜野湾沖縄市だという話は分かってます。那覇市だと、はい、結構あの高速使えば近でも大丈夫ですよね。行けますね、近で降りるところがありますし、はい、金の高速から乗っていって那覇まで乗ってっていうふうに考えれば、下手なところに泊まるよりは早いかもしれないですね。そうですね、まあ、もしくは翌日ミッションデーとかあるとしたら、まあ、その開催される地域の、宿泊所の近くで泊まったらいいかな。そうですね、ミッションデーもありますからね、で一箇所とは限らないですもんね、なので、そっか。ということはあの特に実はね、うるま市あんまり泊まるとこないんですよ。隣があの女村なので、女村にみんな泊まるのでほとんど、でうるま市はどちらかというと観光に来るとこなので、あの買い物とか、なので、ミッションは、うるまでやってもらって、でお泊まりは女村でっていうのがありがたいとこなんですが、結構格安のところもあるんですね、沖縄探せば。なのでそういうところを紹介していければいいのかなとは思いますね。あの茶壇なんかでもダイビングというかダイバー専用の御用達があるんですよ。1泊4000とか5000とか、もうほとんど素泊まりなんですよね、あの朝ごはんないけどいいみたいなところが多いんですけども、実際ダイバーってあの時間があるじゃないですか、で海の上で船で行ったりすると、船の上で食べないといけないんで弁当じゃないですか、で上がってくるともう船酔いしてたりなんだかんだであんまり食べない方とかいっぱいいるんで、結構素泊まりって多いんですね。だからちょっと穴場かもしれないです。そうですね、でダイビングって12月ちょっとマイナーかもしれないんで、そろそろ寒くなってくる。僕らは実は僕免許取ったのも潜ってるのも2月なんですよ。っていうのが観光客いないので、で一番寒い時期ですし、はい、船の免許持ってるので、時々飛び入れてくると、あの今用意してないからちょっと船運転してくれないみたいな感じになって、で行くじゃないですか沖まで、でダイビングポイントやったら僕の日当って弁当とタンクだけなんですよ。なので、一本潜って上がってきて僕のニット終わりみたいな。でも楽しそうですねそれね。これはこれであの2月ってものすごい海が綺麗な時期なんです、実は透明度が高くて、で観光客も少なかったんですよ本当にあの海が荒れてないんですよ。で素人がもう、まあ、僕も素人なんですけど、潜るとフィンでねあの砂を巻き上げてしまって濁ってくるんですね。なのであの本当に誰も潜ってないと、うわ透明度高いとか思いながら、2月おすすめです。あまたイングレスか12月にあの透明度が高いんでポータル申請を昔ありましたけどね、那覇市内にあの海の中 のポータルが、っていうあれは、まあ後からなくなっちゃいましたけども、あのなんだっけあれはポストが、那覇のポストがあったんですけどね。もう一人ペンギン候補の方が、ああ本当そうかスキャナーにいたね、ペンギン候補の方がで、あのそこを、まあ、ネイチャー未来館作戦本部にできないかとかいう話も出てきてはいるんですけど、ちょっと距離がね、距離がありますね。というのと実はネイチャー未来館あの回線がものすごく不安です。
あら、ネット回線来てないところなので、ちょうど畑の真ん中ですね。そうなんですよ、海の近くで、はい、なので、実はフェイスブックやった時も自分たちで全部回線持ってって大騒ぎしたので結構大変でした。でちなみにあの3泊7500円で抑えてる方がいますね。本名じゃない、名前っていうのかな、小鉄さんが格安で抑えているみたいですね。やっぱりあの冬は安くて綺麗だからライセンス取るのいいってダイビングのおっちゃんから聞いたと小鉄さんが言ってますが、実際その通りで、夏場もあの潜るのはあくまでもファンダイビングで、ちょっとあのビキニのお姉ちゃんたちも見ようかなぐらいの感覚で潜ってもらうといいんですけど、実際海の中が綺麗のは冬です。で内視ではもう絶対潜れないところじゃないですか。でも沖縄ならまだ潜れるんですよ。そうですね、ウェットスーツつければそんな寒くないんですね。11月に潜ったことがありますけど、若い時、はい、僕はあの2月にダイビングカード取ったのも、そのショップが、お客さんがいなくて、あんたそろそろ取らないかみたいな感じでいいっすよっていう感じで取ったので、取ったのがみんな島の友達ばっかり集まって、あんじゃあ一緒に取るかみたいな感じでしたね。別にダイビングカードを持ってなくても潜れるって知ってたので。そうですね、潜れますね。いらないんじゃないかとか思ったんですけど、あのこれな物借りたりする時が必要ですね。そうそうそう、格安になったり、はい、でその時僕らはあのアメリカ系だったので、ナウイっていう、はい、あのカードだったんですけど、その後からパディになったんで、それ考えるとあナウイでよかったかなと。 あんまり長くなかったですけど。いない、お分かりいただけたでしょうか。これがみたいな。あとアバドンの話になってきますが、やっぱり那覇ってことになっていきますと、あのまだ場所はね、どのポータルが選ばれるかっていうのは分からないんですけども、そろそろ僕もあのさっき、Facebook ラジオの中でもちょっと練習してるとかいう話はしたんですけども、あの那覇に行ってポータルの位置とか覚えたいとか、あこっちにこういうのあるよなとか、駐車場こっちとか、そうですね、ちょっと地理っていうか土地勘を養わないと、沖縄に住んでるけど僕なかなか国際通り歩いてないので、そろそろあの行こうかなと、ちょっとあの茶壇ばっかり歩かずに、アバドンのこう視察に、下見に行ってこようかなと思いますね。国際通り可能性があるのどこだろう。あと新都心とか、新都心もありますし、大野山のあたりとか、あと代々木公園みたいなところもありますし、公園にたくさん生えたら、あと万国公園のところも名前に惹かれてみんな集まってくるかもしれませんし、ナイアンテックそこにしないかな。あの、だって万国公園はありえるんですよね、結構。そうですね、数ありますし、数ありますし、そうでもどこかわからないんですけども、とりあえず行って歩いておこうかなとは思いますね。何か所か歩いた方がいいですね。ちょっと頭の中に地図入れておこうかなと思うんですけどもね。国際通りも国際通りバーンってあって、その路地入ったところにもちょこちょこってありますからね。ただあのさすがに国際通りでやると観光客とぶつかるかなっていうのもあるので、そういう時はあの日曜日の歩行者天国の時に、そうですね、行けば道路の真ん中でできるかもしれないですし、まあそれでもたくさん人がいるかもしれないですけど、場所どこだろう。組踊り公園来ないかな。あ、組踊り公園いいなとは確かに思っていて、で、あのポータルで足りないならばさらに増やしてもらって、あそこ近く運動公園もありますよね、確かね、あの運動場みたいな、あ、あります、あの辺とか、増えると、確かに、ポータルが増えると嬉しいなと。あの辺も、あの辺も、あと駐車場がね、はい、ちょっと気持ち少ないかなと思うんですよね。なんか駐車場がたくさんあって、あのポータルがたくさんのとこがいいなっていうのも難しいですね。難しいとこです。有料でもいいので近くに駐車場があると助かるなと。沖縄は U レールしかないから大変ですよね、本当に。駐車場、駐車場、あの、来ないとエージェント名大きな声で言いますが、それはそれで、それはちょっと。でもクラス、そのクラス間の移動を、はい、その車でやるのか歩きでやるのかっていうところに向いてくると思うんですけど、そっか、国際通りから首里抜けっていうのもあるんですね。可能性ありますよね。首里だとも確かに思いますよね。歴史もありますし、あの撮った写真の見栄えってあるじゃないですか、
でポータルもあの辺結構ありますよね、うん、なのであのあ沖縄らしいなと思うところでやってほしいと思いもあるんです。綺麗な海が見えるとか首里城が見えるとか確かにあるよね。うん、いやそう言っていくと美ら海水族でよかったかなとかね、いろんなこと考えたりしますが、確かに、うん、海洋博遠いな、遠いね、うん、遠いですね。誰だぴょん、誰だぴょん呼ばれて、はい、ちょっとビッグボスの顔が見えたんで自己紹介する前に大きな声で呼びますよっていう恐ろしい状態ですが、はい、まあ、でも国際通りから首里城ってなると結構坂道もあるので、うん、それあの中で一番坂きついとこですよあそこ、うん、まあ、ユイレールで行こうにもなんか微妙な位置にあるので、しまった、なかなかこれ座るときに尻尾動かさないと尻尾が尻尾がちょっと邪魔です。あ、じゃあ、 あの自己紹介で、ヘッドホンもどうぞ。確かに。じゃあ前にも。あ、1個しかないと。はい。あ、どうもどうも。ついてる。スイッチ入れてます。スイッチ。自己紹介しながらどうぞ。あ、自己紹介なんですが、はい、エージェント名は A ビッグボスで、今レベル、13です。おー。レベルを覚えないよね。はい、ちょっと忘れます。本当に覚えないよね。僕さっき自分で18とか言ってたよ。もう一気に上がってるじゃないですか。もうありえないって18ないって言ってる。プラス2。まあ、エージェント名 7km 晴れ晴れです。レベルは11です。お願いします。はい、よろしくお願いします。選手も来ていただいて2週連続ですね。そうなんですよ。今日はさっきまであの表にいるペンギンを来てもらおうと思ってたんですけども。そうなんです、ちょっと迷いました。かたくなに拒否されたっていう噂が。迷うとそっから長いですよね。今日はあのアプリの方でラジオを聞いてたら着ぐるみって聞いてどんなのなのそう、ラジオ聞いてて、ちょうど池原ぐらいでフラフラしてたんで、あ、じゃあ行こうかなみたいな。すいません、あの草刈りの作業をちょっと邪魔してしまったみたいで申し訳ないです。今日は本当にアイテムを集めるだけでした。ゆっくり何もしてないです。なんかブースの外にいらっしゃるペンギンの方があのなんか大きな荷物を抱えて入ってきて、あ、なるほどと思いまして、はい、いや、もうとりあえずハロウィンの先取りってことで、はい、で、インフレスやってる時に風が強くなってくると寒い時あるじゃないですか。あ、これからあります、ね、これからあの着ぐるみ着て、ね、青のエージェントどうなのかなと。これから着ぐるみの社会が、はい、いやもう不審に思われますよ絶対。慣れの問題かと。青めっちゃ目立つ。いや、うん、去年の、うん、ダルサのアディショナルセル、はいよ、夜寒かったですね。はい、もう、あの実は僕池江島行った時この格好でした。あ、それも暖かいじゃないですか。怖かったじゃないですか。確かに怖いですね。しかも一人だったじゃないですか、はい、しかも僕寝てたんですよ行けって言われた時に。うち帰ってきて夕飯食べ終わってちょっと着替えて横になった時に今から池島行けるかみたいな。え、なんてこと言うんだクマみたいな。そう、あの着替えたくないじゃないですかこの高さが。でどうせ外出ないよねと思ったら、うん、ポータルが届かなくて降りてったんです。ただ池島夜10時以降人歩いてないです。歩いてます、ね、時々怖いですね多分、うん、ヘッドライトが来るんですけどその時はちょっと背中向けてです。もう逃げようがないです。逃げようがない。ライトで尻尾だけ見えるの可愛いですね。後ろからそれ考えると、うん、これですか。これだけ見えてる。座るときに気をつけないと尻尾踏むんですよね。夜寝るときにこのアライグマだけはパジャマに実はならないんです。尻尾が邪魔で、あ、仰向け寝れない。そうそうそう、結構邪魔なので。でこの熊のプーさん型のやつは実は尻尾ついてないんですよ、丸いやつは。あ、これついてないですね。ついてない、パジャマとしてあり。他みんなついてますね。ついてます。何より季節してるんだけど。あ、この格好着ぐるみって、はい、着ぐるみでした。パジャマだったのでそのままお出かけしたんですけども、普段半ズボンと T シャツとかで夜寝るんですけども、うん、
その上にこれが引っかかっているだけですね。で夏場はこれのパイル地、タオルケット地があるので、はい、今日ちょっと寝びしそうだなっていう時とか、お腹の調子悪いなって時は、熊のパイル地の着ぐるみがあるので、あれは汗も吸いますし、タオルケットみたいに蹴飛ばすこともないのでちょっとね、ゴロゴロするにはいいですよ。数年でいけるかもしれないとあ、いいなあ。ウハンさんの写真が上がってる、かっこいい。いや、あ、上がってる。あ、こんなにかっこいいんだ。いや、上から見ると、うん、あ、でも12月も着ぐるみ舞台で、本当にやるんですか、舞台、舞台で、龍大生は基本着ぐるみってことにしておきましょう学生着ぐるみ、学生着ぐるみ、うん、緑も着ぐるみつけてもらって着ぐるみ対着ぐるみもう目立つな、それは。おーっと言いながらどう対戦するんだろうい, いろんな格好をしてくる方がいると思いますので、あ、だって、あれじゃないですか、那覇マラソンとか、うん、もう着ぐるみ大会みたいになってるじゃないですか。あ、だから別にアパートンでもいいじゃないですか。去年12月ダルサナの時も、うん、青いサンタクロースとかいましたし、ね、ガチャピンもいましたよね。ガチャピンもいましたし、ガチャピンは緑の方にやってもらわないといけないんですけどね、基本ね。じゃあ緑はガチャピンの格好で来てくださいと。あと話によるとコスプレイヤーさんもいたとかっていう話ですよね。なんか結構別に着ぐるみでなくても目立つような方はたくさんいる。ちゃんとアバドンの格好をしてくる方とか、どんな格好、基本なんかレジスタンスは青、エンライテンドは緑のような格好してる人が多かったっていうのは聞いてますね。この格好に青のリボンやればいいかなって。腕章、分かりやすい。青腕章だけして青ですよ。だからいけるような気がしてる。自撮りを覚えてみたい。というわけで今日は本当にちょっとまずいことに着ぐるみの話ばっかりになってしまいましたが、イングレスやる時の格好って僕結構青の格好をして歩くことが多いんですね。ね、はい、歩いてる時にイングレスやってる人って特徴があるか分かるじゃないですか、一生懸命叩いて。で声かける時に相手が緑なのか青なのか分かんない時あるじゃないですか。で青い格好してると青だろうって声かけてくるので、はい青ですよって答えやすいようにできるだけ青を、うん、もしも青い格好かそのイングレス関係の T シャツを着て、あ、こいつはイングレスでやってるやつだっていうアピールは、うん、してましたけど。そうそう、で青はドラえもんかなって書いてますけども、僕は青の長袖とか着て歩いてるとドラえもんって言われました。そのまま。からまあでもこの格好だとイングレスやってるかどうかは分からない。変な人っては言われるんで。アバドンの時にチーム FM ルームを作って、その中は全部着ぐるみってことにしますかね。なるほどです。あ、10名ぐらい集まってると目立つだろうね。はい、5名ぐらい。しかもここで一つのポータルを攻めに行くと。おあと役割に沿って、ちょっと服が違うとか。攻撃するのはやっぱりクマだねとか。あ、ちょっとレゾ刺すのはピョンピョンでいいかなとか。なるほど。猛ダッシュで逃げそうな感じ。いや、逃げてくれ、相手が逃げてくれたら楽ですよ。いろんな妄想が。で、一度この着ぐるみ隊が、そのダルサナとか、アバドンの中で現れてくると、はい、今度から各国で着ぐるみ大会が始まるかもしれないんで、あ、きっかけ作りになればいいかな。なるほど。とかっこよく言ってますけど、全然思ってません。いや。来年が楽しみですというか心配ですというか。どうなる、着ぐるみ社会がどうなっていくか。着ぐるみっていうよりも、うん、なんかコスプレみたいになってきたらいいかなと思ってるんですよ、うん、本気で、うんうん、だったら青の人は目の保養がいっぱいできるじゃないですか、トップがかっこいいので。で緑の人はこのトップにはついていきたくないなって思う方が出てくるかもしれないので、そこを青に勧誘するとトップというか、いわゆるストーリーの中のあれですね、はい、はい、
なるほどです。ちょっとあの外国の方に頑張ってもらってビキニとかで来てもらうと僕はついてるすごい目の保養になりますね。なるよね。あの緑でも青に帰りたくなるよね。きっと。まあ、沖縄といえ12月、うん、寒いんじゃないですか。日本とから来た人ならどうにかとかなりませんかね。ね、なるような気がするんですけどね。沖縄暑い、ビキニでいいじゃんみたいな。太陽がいるかもしれないです。太陽が出ると暑いんですけどね。そうですね。外国からロシアとか来てもらえば多分大丈夫だと思うんですけどね。その国から来てもらってね、ラムちゃんの格好とかしてもらうともうついていきますからね。結構那覇村さんとかでも、そうですね、ありますよね。いろんな格好して、あ、市民マラソンのコスプレが市民権を得たように着ぐるみイングレスが広まるのはいいねって、ありがとうございます。ぜひ広めてもらって、特に内地の方がね、あの力入れてコスプレしてくれるとありがたいなと。あの強そうなコスプレでもいいよね、海賊風のとか。あの今回アバドンなので、対抗してポセイドンの格好とかちょっと神々の格好して歩くとか。神々本当にコスプレになってます。コスプレで、大丈夫かな、大丈夫かなって分からなかったんで、ロシア美女のビキニにあのちょっと反応した方がやっぱりいますね。ぜひ、いいと思います。あるよね、あると思います。本当に提案者が女性の方なので、これは多分あの大丈夫だと思います。本当かな。セクハラにならないよね。ギリあのすいませんでした。ちょっと鳴るからドキドキしたけど。オーストラリアから来るかもしれないですね。ちょうどその時期ってオーストラリアは夏ですよね。そうです。おお、そうか。夏から来るんですね。佐藤さんが搬送できてるらしいですから。お、イングレスコスプレキャンペーンをインナー派で提案したらひょっとしたら盛り上がるかもっていう提案が来たんですが、勝手に FM ウルマだけキャンペーン組んでもいいですか。コスプレキャンペーンっていうのが、僕らコスプレじゃないんですけどね、着ぐるみキャンペーンになっちゃいますね。じゃあ着ぐるみキャンペーンでいいかな。こうでうんうんってうなずいてる。ちなみにどこに売ってるんですか、これですか。僕は通販で、あの結構ね、昔から出ていて、で大きいじゃないですか、僕1メートル80あるんで、いつも寸足らずだったんですよ。で大きいお店をちょっとアマゾンとかで見つけちゃったんで、まとめ買いした後毎年なんかいいのがあると買い集めているんですけど、今は、どこら辺で売ってるんだろう。僕は、通販ですかね。いや、あの安いところ、安いところ、合わせの方にあるんですが、わかりません。ごめんなさい、お店の名前が。ドンキですか。ドンキ。あ、でもね、前はドンキいいのがあったんですけど、最近ね、なんか安っぽいのしかないんで、あんまりおすすめできないかな。でもあのやっぱり個人で探してもらって、子供用だとね、ハロウィン向けでイオンとかだったり、今だったらね、今の時期はあります。いいよね、あの魔女の格好とかね。ぜひ女の子にやってもらいたいな。メイクまでやってもらって血のりとかつけてもらって。そっか、血のりとかそっち系もあるのかな。あ、ゾンビ。ゾンビで、なんかゾンビでイングレスはやりたくないな。ダブルで追っかけられそうで。そうですね。夜とか、夜はもう怖いですね。夜は怖いですよ。事件になりますね。夜活動する人多いですからね、エージェントは。あ、多いですね。さすがにハロウィンとかイベントとはいえ、夜はちょっと怖いですね。なんか音楽がずっと流れていってしまう。はい、っていうのが今日本当にコスプレとかあの着ぐるみの話ばっかりになっちゃったんで、どうしようと、あの方向性説は何度かアバドンに持っていこうって言いながら戻ってきてしまったんです。で、あの青の方の、名簿とかもそろそろ作り始めていますので、もうすでに青のエージェントの方でもうレベル8超えてるよとかいう方は、コムでね呼びかけてもらうとかね、ちょっと友達で一緒にやってる方に聞いていただいて、一緒に作戦上
行動しませんかっていう提案と、うんうん、もしあの一人が好きですよっていうのも構いません。12月12日に那覇に来ていただいて、うん、緑のポータルを攻撃するだけでも参加したことになりますから、うん、はい、ぜひ来ていただいて一緒に、うん、アホの世界を作りましょうよみたいな、うんうん、ところでもいいかな。今回からはあの始める前にそうなんです、チケットを、まあ、あ購入する、またはあの登録する。そうですね、うん、ベリーコモンチケットは無料なんで、うん、それを登録事前にしないとダメなので、はい、であとレベル8ではなくても、うん、あの6でも5でも4でも3でも2でも1でも大丈夫です。大丈夫です、うん、あの、はい、皆さん役割ありますので、例えば、はい、モッズを置く分にはレベルは関係ないですし、レベル1の方がモッズ差しをすると便利なんですよ。そうです、うん、あーベースを差しても1しかできないですけども、うん、モッド差しに関してはもう関係なく置けないです。置けるので、はい、運動能力さえあれば、はい、そうです、そうです、あのお席型でピョンピョンしていただければなと思います。リンク引くのも問題ないですし、ないですね。だからレベルが低くても、はい、あの今回12月12日にアマゾンという、イベントありますんで、ね、一緒にそれぞれに役割がありますし、うん、はい、実は参加すると自分のスキルが上がります、うんうん、でレベルも、うん、あの考え方が面白くなってくるので、ぜひ参加していただいて、うん、面白、新しい面白いゲームに、うん、はい、味わっていただけるといいなと、うん、でこれは毎年毎年あるわけでもなく、うん、次いつあるか分かんないイベントなので、いつどこでやるか分からないですね。来た時に遊ばないと、うん、大変ですよ。次東京行かんといけないとかね、遅、うん、い行かんといけない可能性があるんで、うん、それ考えると沖縄に来てる間に、うん、さあ行こうよっていうのが、うん、着ぐるみかがすか、そこに言うね、結局そこに、うん、ですね、沖縄に来ちゃって出ますからね、うん、であの沖縄にせっかく来ていただいたので、うん、どちらかというとホスピタリティを発揮していただきたいな、特に学生さんとか若い方に、うん、道案内できますよとか、うん、チームのリーダーになってもらいたいなと、うん、でチームリーダーって偉そうに上からあんたやってこれやってではなく、うん、あの次のポータルあっちですよというチームリーダーでいいかなと、うん、思ってますので、うん、でみんなが気持ちよくあのプレイできたらいいなと、うん、緑も青もそれは関係なく、うん、はい、気持ちよくできたらいいな、うん、迷子になって泣いてるとか、ヘロハンとかなかったとか、トイレどこって泣いてるのは大変なので、うん、そういうことに関しては青緑関係なくトイレあそこですよっていうようなホスピタリティを持ってもらいたいなと、はい、ちょっとまとも、そこで着ぐるみしてる人がいたら遠くからでも、うん、あいつについていけば、おー、あー、いいですね、その人は大丈夫だって、女神さんの仕事がそのまま、あの着ぐるみ着てる方はトイレの場所知ってます、目印になります。そう、目印で調べておきます。あの作戦中以外は案内しますと、うん、もうほとんどローソンずれていくだけなんでしょう。ポータルみたいな感じじゃないですか。そうなんだけど作戦もあれですよね、うん、1時間の最初の10分間、10分間で、まあちょっと作戦上それがちょっと広がるかもしれないですけど、うん、まあ、場所まで歩くとか、はい、案内するとか、あとは移動時間だけなので、うん、移動時間なので、うん、それをいかに効率よくするかっていうのもあるんですけども、うん、相手も観光客だという意識をちょっと覚えていながら、ここにもうポータルありますよとか、はい、ここ眺めいいですよとか言いながら歩けるといいなとかね、うん、あとトイレの場所は早めに教えてあげるとかね、あそこがアクセスとかね、いいですね、いろいろ、うん、観光客の方これからいろいろと考えないといけないのがありますね、うんうん、当日集まってコムであの速攻チームを集めて、イングレス2週間でやった経験者が小鉄さんらしいです。なので、突然の時にコムで呼びかけして、青の方どうぞどうぞって集めて、そこでチーム作って、作戦参加するっていうのもありですよね。あ、そうですね、うん、旗持ってというよりかは着ぐるみの方が迷惑にならなくていいかもねっていうのは、うん、そうですね、小鉄さんおっしゃってますので、ね、うん、最初はね、うん、上り持って、うん、案内係しようかなとは確かに思っていたんですけども、うん、それよりは着ぐるみの方が危険性が少ないかなと、そうです、今ちょっと思ってます、うんうん、いいですね。で、トイレ探してる方はイングレスやってる着ぐるみ着た方に聞いてくださいと青緑関係ないですよっていう状態ありかなと、そうですね、あ、ありがとうございます。ちょっと検討してみるみたいなので、うん、はい、いいですね。いいですね。で、気がついたらあのイングラス関係ない観光客からもトイレどこですか。シールド。ありかな。気
がついたら沖縄で着ぐるみして歩いてるとトイレ案内係っていうのが沖縄県の特色としてあげられるんだよね。気がついてたらあのイングレスをダウンロードしてるかもしれない。ああ、搬入ができますね。そこまでくらいですね。あの着ぐるみ着た方にトイレを聞くとあのローソンの場所を教えるためにダウンロードして、しかも青で登録してくださいって気がついたら青のエージェントが世界中にいいですね。いやあいいなぁ。そのじゃあ、パンフレットみたいなの作って青の、エージェントとしての登録の仕方っていうのを全部作ってこの通りやっておいてくださいってトイレに案内する間に青のエージェントを生み出す。おーいいですね。ちょっと今イベントやってる最中なんですよって言ってそのまま採用していいですね。宗教じゃないけど、いい感じになる。なかなかいい時間になって、はい、なかなかいい時間になってまいりました。はい、お、なんか急に出てきましたが、チームノラ・ジョーンズとか、はい、おー、ノラ・ジョーンズはいいな、うんうんうん、実際そういうわけで、もちろん作戦上も、イングレスとして参加して、うん、組み立てていきますし、チームのリーダーとして、うん、ひょっとして案内係になってるかもしれませんが、うん、もう本当にトイレ行きたい方は切迫してる場合があるんで、うん、その案内係として地元のエージェントは着ぐるみ着て案内係を買って出てくださいっていうまとめでいいですか、うん、大丈夫かな、はい、というわけで流大生は着ぐるみ買ってくださいね。そらないといけないです。いや本当にいいアイデアだと思います、うん、ありがとうございます、うん、なんか褒められることがめったにないんでちょっと浮かれてしまいますが、はい、では今日はあの最後にかけます曲は香りの曲の中日だまりをお届けしながら皆さんとお別れしたいと思います、はい、今日本当にあの着ぐるみ着ておふざけでやりましたけどもハロウィンなので許してくださいどうか、はい、ではあの最後に日だまりをお届けしながらお別れしたいと思います、はい、では来週のこの時間までさよなら、はい、さよなら。